子供が子供でいられる街に、みんなでヤングケアラーを支える社会を目指して。知ってた？綺麗だね。シャボン玉が割れるとね、世界の誰かが幸せになるんだって。へえ、そうなんだ。うん、お母さんが言ってたよ。お母さんが？うん。え、はい、ありがとう。また明日。また明日。また明日。バイバイ。お待たせ、行こっか。ヤングケアラーとは、本来大人が担うとされている家事や家族の世話などを日常的に行っている子どもとされています。気にしてみてください。あなたの周りのこと、あなたにとっての小さな勇気が誰かの世界を大きく変えるかもしれません。